張った、詰まりながらもレフトへ、この打球はフライになっています。上がりすぎました。レフト掴んでワンアウト。3番バッター中村、先ほどの打席はサードライナーに倒れています。いや、アウトになりましたが、いい当たりでしたから、ここは注意した方がいいですよね。なるほど、そうですね。まずはワンアウトを取っています。アウトコースのチェンジアップ、低めはこれは入っていました。ワンボールツーストライクです。バットに当たりません、三振。打席には4番バッター村上、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ツーアウトランナーありません。1球目は空振りです。これが2球目、これはバットが泳ぎます。あっという間に2ストライクです。低め見送っています。外へのボールは入りません。打ちました。ピッチャーが取る。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回スワローズ三者凡退です。4対4同点です。さあ、そしてここからはラッキーセブン、ドラゴンズの攻撃に入ります。西さん、非常に拮抗した試合が続いてますね。ご覧になっていかがですか。そうですね、ピッチャーもバッターもよく頑張ってますよね。そうですよね。初球空振りです。さあ、2球目は何か。低め、これは決まった。ノーボールツーストライクです。次が3球目、ボールになります。落ちるか、ワンバウンドヒットになりました。土田、これが自身本日の初ヒットになります。ノーアウトランナー一塁です。今のバッティングご覧いただきましょう。見事期待に応えました。打順は1番に帰ります。バッター春下げ。いや、先ほどは見事なツーベースでしたね。はい、ここも狙っていってほしい。バントしました。ピッチャー前、ピッチャーが抑えた。一塁アウト。見事送りバントを決めました。ワンアウトランナー二塁です。さあ、そしてバッターボックスには福永入っています。さあ、アウトカウントが1つ増えましたが、1打勝ち越しのチャンスです。ここは大事ですからね、しっかりとボールを見ていきたいですね。なるほど、そうですよね。際どいコースですが、アンパイアの手が上がりました。
インコース見送っています。3球目は何で来るか。一、二塁間抜けた。セカンドランナー帰れば勝ち越し。バックホームする。ライト前ヒット。これで3安打猛打賞。大きなチャンスを迎えました。まあここでね、一気に攻略できればね、まあ、相当なダメージですからね。これでサードまでランナーが進みました。まあそうですね、これで作戦も立てやすくなりますから、いい仕事しましたよね。さあそして打席には細川が入ります。さあチャンスが続きます。まあここはつなぎましたから、なんとか勝ち越してしまいたいですね。なるほど、そうですね。小宮山さん、犠牲フライを防ぐような配球というのはあるんですか？中途半端な速さのボールだと外野フライになる可能性は高いですから、できれば強いボール、特に低めですね。なるほど、そういうピッチングができるかどうか。ここは中間守備ですね、まあ、バックホームとセカンドゲッツー両方狙える守備体制ですね。なるほど、そうですか。ファウルボールです。変化球打った。ボテボテのファーストゴロ、取った。タッチはアウト。ツーアウトです。ツーアウトランナー二塁一塁と変わっています。さあご覧ください、先ほどのプレーになります。スワローズ、ここでピッチャーが変わります。一打勝ち越しの場面でマウンドに上がったのはソラーテ。アウトカウントは増やしたくはなかったですね、ただ次は勝負強いバッターなんでね、期待していいと思いますよ、初球打ち、ワンバウンドヒットになった。勝ち越しのランナーが三塁を回った。三塁送球はどうか。セカンドランナーホームイン。ドラゴンズ勝ち越しました。5対4。さあリードしました。この場面で見事なタイムリー、勝ち越しに成功しています。いやー、このチャンスに見事応えてくれましたよね。ここで勝ち越しに成功。このまま流れを保っていけるんでしょうか。打順は5番ビシエド。ドラゴンズこの回1点を入れています。さあ勝ち越しに成功し、なおもリードを広げるチャンスです。まあこのままここもしっかりつないで得点に結びつけてほしいですね。さあここもつないでいけるか。低めのボール打った。ここはフライになっています。掴んで3アウト。この回の攻撃はここまで。しかしこの回ドラゴンズ貴重な得点が入りました。7回終わって5対4、ドラゴンズが1点リードとなりました。バッターボックスには5番サンタナ。さっきはアウトコースをうまく打たれましたね。ここは内と外の使い方を考えたいですね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。打ちました。セカンド取る。アウト。ワンアウトです。現在のピッチャーの状態、まだ100球には達していませんが、多少きつくなってきたでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか。まあそろそろ疲れも出てくる頃ですかね。そうですね、ただまだ続投ですから、ここは踏ん張ってほしい。ファウルになります。空振りになります。ノーボールツーストライク。インサイド落ちました。またファウル。見逃し三振。バッターボックス尾花。
先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。ツーアウトランナーありません。インサイド決まっています。次が2球目。いやー、角度のあるクロスファイヤーいいですね。はい、ストレートが決まっています。あっという間に2ストライクです。変化球外れました。これはバット出ず三振です。スリーアウトチェンジ。反撃したいスワローズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。5対4、1点リードはドラゴンズです。8回の裏、ドラゴンズの攻撃。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席、最後は見逃し三振に倒れています。打ちました、竹岡。アウト、ワンアウト。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミング合ってなかったですよね。ここはしっかりと修正していきたいですね。そうですね。ソラーテ、まずは先頭バッターを打ち取っています。外は入っています。引っ張った、高いバウンド取った、アウト、ツーアウト。バッターボックス木下、今日はまだ当たりがありません。ツーアウトランナーありません。この回のドラゴンズ打線ですが、4球でツーアウトになっています。まあ、積極的に打っていくのはね、悪いことじゃないんですけどもね。はい、そうですよね。スライダー外れます。ここは高めのボール、誘ってきましたが手を出しません。打ちました、切れていきます、ファウル。ライト方向を流しました。これはファーストの左、抜けました。木下、今日の初ヒットがここで出ました。ツーアウトランナー一塁。ここは綺麗に流していきました。いや、ここはね、うまくバットが出ましたね。いいバッティングでしたね。さあ、ここでドラゴンズダイソーを送ります。村松、ファーストランナーに入ります。バッターは9番土田。まあ、先ほどのヒットはいい当たりでしたね。はい、今日はバットが振れてると思いますよ。ランナースタート、キャッチャー二塁送球する、セーフ、盗塁成功。見事に盗塁を決めた場面です。まあ、この足ですからね、簡単には止められないでしょうね。これでワンヒットで点が入りますね。やはり走力というのは大きな戦力ですね。はい、高め際どいところ見送りましたが、ストライクです。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあ、どのように料理していくか。手が出ません、三振。攻めきれませんでした。ランナー出ましたが、ドラゴンズ得点には至りませんでした。8回終わって5対4、1点リードはドラゴンズです。
これから9回ドラゴンズが守りを固めます。そのまま入りショート、こちら。これから9回スワローズは代打を送ります。バッターボックスには代打の宮本。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。ここは落ち着いて投げてもらいたいですね。うん、そうですね。さあ改めて集中していきたい場面です。打ちました。取った。一塁送球します。アウト。ワンアウトです。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですね、小技もありますからセーフティーバントなんかも警戒しておきたいですね。なるほど。ではバッテリーの組み立てに注目ですね。2球目は何で来るか。高めに持ってきました。チェンジアップは入りません。インサイド落ちました。切れていきます。ファウル。低めの変化球は決まりません。スリーボールツーストライクです。ボールのランナーを出しました。ワンアウトから同点のランナーを出していきます。小宮山さん、やはり警戒心が強かったということでしょうかね。もったいないですね。はい。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。まあ、肩が強いキャッチャーですからここは迂闊に走れないでしょうね。そうですね。センターへ持っていった。ぐんぐん伸びる。フェンスの上の方に当たった。バッターランナー